そうかそうか、終わったかい。布団が最高。キャンデリーバリーが一つ届きます。はい、本日はですね、12月の28日で、今からですね、青根キャンプ場というところにね向かっております。年末のね最後のキャンプっていうので今向かっております。今回はね結構新しいキャンプギア、ストーブとかね、こたつとかねいろいろ揃えてきましたので、電源サイトでねそれをねやってみようかなと思っております。でまだ50キロぐらいねキャンプ場まであって、10時にチェックインなんで、到着予定時刻がねちょうど10時なんで予定通り着くかなと。でいつもはねキャンピングカーなんで全泊することが多いんですけども、今回はね同じ神奈川県のねキャンプ場ということでね朝から出発しております。で僕らね結構年末年始は毎年実家の方の集まりとかね三が日まで行ったりするので、なかなかねちょっと出回ることがなく、今年もねこのキャンプが最後かなと思っております。今回はねその先ほど紹介した通りいろいろ新しいギアを揃えてきたので、それもね試せればなと思っております。はい、ということでね、まずは青根キャンプ場の方に向かっていきたいと思います。もうすぐ着く。なんかここを下ってそのまま最初受付の方に出るからで、多分受付のすぐそばにもう温泉がある。うちが予約したのがリバーサイトっていう川沿いのサイトです。じゃあ川側に向けてその川向こうに受付と温泉がある。この辺はあ、凍ってる。明日大丈夫？凍結してそう。こういうところ、こういうとこね、この辺の白い部分凍ってる。確かにスタッドレス必要だね。あった方がいい。これを右に行こう。おお、なるほど。おお、はい。本当だ。青根緑の休暇村。あ、でこれが温泉か。この右側のキャンプ場はこの先右折です。あ、キャンピングカーいっぱいいる。こっちはフリーとかね。ああ、なんかすごいね。何か熊出そう。キャンピングカー来ちゃった。結構キャンピングカー多いね。すごいすごいね。なんか道がすごいわ。なんか割と急。ここがだからムーンサイトっていうもう一個の電源サイト。あ、でもちょっとあれだ、ぬかるんでる。道細いね、ここ。あ、でこっちがもうすぐそこか。そう。なんか急だね、随分と。結構アップダウンが35。一番端。とりあえず作ろう。先骨か。場所。これが足長。こんな感じで貼れました。まだガイロープは貼ってないんですけど、とりあえずこれで調整してからガイロープ貼っていこうかなと思います。よし、じゃあここから次はお座敷キャンプ用の中を引いていきます。のでは。これ引いたらもう完成なの。うん、こっち側はこんな感じでラグ、それからホットカーペット、リビングシートで、その下にアルミのクッションみたいなやつで、その一番下にグラウンドシート、5枚目かラグで。そう、実際はこんな感じでですね、結構ね砂利がすごいです。結構イワイワしてる、硬いから5枚でもここで引いとけばまあ全然余裕。それであとはこの上に、コールマンのテーブル引いて DOD の我が家のシェラフ引いてこたつを作る。そう、じゃあ一回その前にペグっちゃうもあり。ああ、一回そうだね。ちょっと一回テント完成させちゃいます、うん。ういちゃん、どう？こたつあったかい？うん、あったかいからみんな見てて。もうこんな感じ。いいな、いいな、いいな。はい、今日ねこんな感じでサイトを作りました。まずはね外観農家。この部分ですけど、どっちは開くんで、ここ開けてもちょうどいいかな。川が目の前で。ここからだと見える景色がこんな感じです。ちょうど川がね目の前なので、ここ開けてもちょうどいいね。で、前はこんな感じでサイトを作ってます。メインはねこここたつと後ろに、まあ、それらキャンプ道具製造類、あとまだ使ってないですけどこれ風段、まず暖房1個目で、あとはこれね買ったばっかの豊臣 KS671 というかなり強いというストーブです。だいぶでかいです。実際使う時にもう少し内側で使おうかなと思います。で、あとはねこちら調理用にスノーピークのねメインテーブルとマルチグリドル、まあ、バーナーだけね今日セットしてます。あとはもう使わないかなと思ってます。で、今ね気温はそんな高くないんだけど、作業してたからか日も当たってるからむちゃくちゃ暑い。意外とズボンが熱いんじゃん。うん、そう、ワークマンのズボンがね思った以上にねあったかい。ちゃんとしてた。うーちゃんどう？こたつちょうどいい？ちょうど今うーちゃんがいる後ろにゴミ箱があるんですけど、そのゴミ箱の裏に電源来てます。なんでホットカーペットをねつけてます。あったかい、めっちゃくちゃ。あとはね夜ねどれだけ冷えて、その時にねこのストーブ関係、風段とか豊臣で石油ストーブ、この辺がねどれだけパワーをね出してくれるかなっていうのをね期待しております。そうだ、あとねこれまだつけてないんですけど、これ一酸化炭素系、ストーブつけるときはねこれつけないとダメです。この上のここら辺につけようかなと思ってます。で、こんな感じでねランタンはねもう先にセットしてあります。でね、ここはねこんな感じで3段ラック、3つのラックになっててバラバラにできるんですよね。こんな感じでね引っ掛けられるんですごい便利です。ういちゃんはなんか怪しいグミ作りこたつはこれ、そうこんな感じです。よくある、そうコールマンの よくあるテーブルそれで我が家のシェラフと一面だけだよね。我が家のシェラフの片側だけ使って、あとこれペンドルトン引いて、でスノーピーのテーブル、これもともと向こうのねメインテーブルにくっつけてたやつですね。これがねちょうどいいサイズで置けて、メインテーブルちょっとちっちゃいんだけどね、うん、若干ね、まあまあ、でもあるものでやった割には上手にできたんじゃない？今日はねこんな感じでキャンプしていきたいと思います。残念なことに今日はネギを忘れました。今日はネギなしペッパーランチ。ネギ買ったんだけど家に忘れちゃった。どう？ういちゃんどう？今勉強中って言ったじゃん。勉強中なの。初めて使ってみたけど割といい感じ。チャーハンとかもいけそうだよね。うん、クレープも作れそうじゃない？マルチグリド、うん、JQH 何がこのメーカー。あ、そうなん。いろいろ調べたらこれが一番いい。へえ、一番無難なやつか。いい匂いはしてるよ。チャンデリーワリーが1つ届きます。はい、トゥルッテトゥルッテトゥルッテ。ありがとうございます。はい、次。トゥルッテトゥルッテトゥルッテ。じゃあ、うーちゃん用これでいいですか？はい。緑色のないペッパーランチ。いいよ。ペッパーランチ、ネギなしです。ビールでね、乾杯しようと思います。はい、乾杯。乾杯。いや、熱いから気をつけて。うん。取れると思うな。ネギがあったらもっと最高だ。じゃあいいですか。どうぞ。はい、うわー、広がっちゃった。うわー。じゃあタッチしてください。タッチテーマだ。楽しい。なんか真剣衰弱みたいなやつじゃない？あ、そうだね。驚いた顔のドラえもん。にこやかに。じゃあ、驚いた顔のドラえもんだったら。ピーパーピーパー。はい、次です。バイバイ。じゃあ、惜しい、ブブー。寒くなってきたので、風団をね、入れてみたいと思います。風団はね、最初上が暖かくなって、ちょっとファンが回ると、こっち側からね、出てくるようになります。こたつあったかくて、外に出れない。うーちゃん、布団が最高。これでもいいね。お布団の奥があったかい。一生このままでいたい。うーちゃん、くまちゃん。なんでみんな寝ちゃうの？うーちゃん、たまにはゴロゴロして。ダメ。これからね、本線に向かっております。この辺にあります。本当だ。凍ってる。寒いんだね。うん。はい、という感じでね、だいたい徒歩5分ぐらいで本線まで着きます。うん。コーヒー牛乳にする？うん、好きだからね。じゃあパパと一緒に飲もう。うん。行けば。そう。はい、どうぞ。美味しい？うん、牛乳じゃなくなっちゃった。よいしょ。今ね、本線行ってきたので、これからね、キャンプ場に戻ります。あと5分ぐらいなんでね、すぐ戻れます。で、まさかのね、この癒しの湯の店員さんが僕たちのことを知ってくれてるたっていう奇跡の。まさかびっくりした。びっくり。でもね、すごい良心的な値段で、温泉内もすごい綺麗だったので、キャンプ場の真横にこれがあるのは結構大きいかなって。特に冬はね、あったかいんで、すごいおすすめです。で、先に電気つけようか。今ストーブ出たから、ストーブこれ出たからあったかくなる。幽霊のところみたい。どう？後ろ明るい？明るい、ちょうどいいよ、ちょうどいい。一旦ね、サイトレイアウトを変更しました。こんな感じでストーブはここに置いて、向こうで調理。こっちはこたつそのまんま使います。はい、ということでね、ストーブ入れちゃいます。はい、今ですね、ストーブ火入れました。あとはね、じんわりあったかくなってくると思います。こんな感じでストーブを火入れしたんですけど、思った以上にテント内が暑い。風暖もつけてるせいか、めちゃくちゃ暑い。というかね、ストーブがね、めっちゃ強いわ。これね、結構上がね、熱くなりやすいんで、こんな感じで上からね、扇風機回してます。いいよ。ちょっと風暖切ってもいい？いいよ。暑い。ストーブだけでだいぶ暑い。デニの汁のラバー。容量すごいんだけど、見て。よし、あと乗っけるだけだよ。はい、これからね、おでんを煮込みます。パンパンすぎる。こんな感じでおでんを煮込みます。煮えたぎれば。作る。形から出れない。クズ発言ね。マジであったかいんだ。ちなみにふーちゃんはもう爆睡です。まあ、まだねおでんとかもね時間かかるんで、それまでは寝て待ってます。多分普通のこたつよりもホットカーペットの方がいいよ。でちなみに端っここの席だけ寒いっていうか、やっぱぬくもりがないで、もう一個ねこっちの席だともうストーブが近いから、まあ暑い。一旦そうマックスにしたらもう本当にパワフルすぎて、ちょっと今だから火力下げてます。まあこれぐらいのシェルターだったらこれで十分ってことで、そうで一応ね上あっち側とあとこっちもこんな感じで一応ベンチレーターの部分を開けてます。であとはちょっと見づらいんですけど、この照明のところね、ここにね一酸化炭素系置いてます。そうで結構ね下も風を抜けるようにしてるんで環境平気かなと思います。はい、乾杯。あ、久々にビール飲んだ気がする。うん。これね、マルチグリドルも今回初の試み。でも結構やっぱいいね。うん、ペッパーランチやった後に、今ローストビーフやってますけど、ちょうどいいサイズ。いいんじゃない。あ、で、メスティに入れて、保温します。あ、ぴったり。お、ぴったり。さあ熱くない？大丈夫？熱くない。で今ね一応向こう側で風段使ってます。このロッジシェルターって長さが 4m60 あるんですけど、割とねうーちゃん側は高いんだけど、こっち側はちょっとやっぱ寒くなりやすいみたいなんで、まあ結構開けちゃってるんで風がね抜けやすいっていうのもあるんですけど、これ入れたらすごいあったかい。そうだ、今ね風段はこっち側で使うぐらいでちょうどいいかな。外今異常に寒いんで白いそうあのね凍結してるんで外。そうだからそう考えると多分今この室温は20度以上あるよねのかな。うん、はんぺんこれ追加それとも新規？新規入んないからさ、思った以上にパンパンだった。諦めて。熱い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 。慌てでも熱いでしょ。熱い。おお。じゃあここからはねこっちで火力入れちゃいますね。おでんが出来上がるまではポテチをつまみながら。いいよね。おでんが終わったんでストーブファン回してます。やっぱストーブファンの方がちゃんと熱気が逃げる。うーちゃんなんて爆睡してるよ。こたつ最高よ。こたつから出れる。玉手箱みたいな。ふーちゃんの顔今風段がねなくなったんで一回ガス入れ替えます。風段ね2時間ちょっとしか持たないかな。でうち風段用に CB 缶今日4本持ってきてるんで、それで今ねでもまあストーブがね全然まだまだ余裕だから。でストーブも灯油あと5リッターあるから今6リッター入ってるんで、これがなくなってもプラス5リッター。いや俺もこたつがいい。さあじゃあ食べよう。準備 OK です。はんぺんこれはいさつまい。うまいかな。あ、夫婦してね熱いかも。カバにもついてる。全然熱くないんだけどこれ。はい、おでんねこんな感じです。からしはないけど食べちゃいます。からしはない。じゃあ乾杯。うん、熱い。美味しい。はい、今ですねローストビーフこんな感じで出来上がりました。どうだったローストビーフ？うまい。うまかった？うん、ローストビーフは美味しかったよ。ちゃんとローストビーフだったよ。うん。美味しい。火事に気をつけてください。何？で、こちらね、いわきロマンっていう純米酒です。これね視聴者さんにいただいたやつなんですけども、純米酒なんでね、そのまま熱燗にして飲もうかなと思ってます。で、やり方としてはこのメスティにね。このねシェラカップに日本酒を入れて熱燗を作ろうかなと思います。こんな感じでね熱燗にしていきます。ほんとちょこちょこ飲むという。今日はね全部ステンレス仕様なんで熱もこう移動できるからいい。これねいわきロマン、熱燗。はい、ということでね、おでんと熱燗いただこうと思います。いや、うまいね。熱燗におでんはぴったりですね。はい、今度はね、これでホットワインを作ろうと思います。ボジョレ・ヌーボ。飲もう？うん、いいんじゃない？ちょっと。ちょうどよし。はい、食後のデザートのりんごです。あ、でも美味しそう、三つ。はい、ということで、食後のデザート、りんごです。真ん中立てて。なんで？ママも座る。ふーちゃん食べようぜ。じゃあ食べてみよう。わー。いいすね、こん。水へこんじゃったよ。甘いと思うよ。甘い？うん。おいしい。だいぶぬくぬくしてました。今ね、外が2度とか、もうむちゃくちゃ寒いです。テントの中がね、すごいあったかい。で、ストーブはね。どれぐらい？まだでも残ってんだ。うん、でももうやっぱ半分は切っちゃってるかな。明日朝使ってちょうどいいんじゃない？今日は全然余裕でした。あと明日朝ね。風弾は今カートリッジっていうかガス2本かな使ったのが、まあ、4本持ってきてたんで、まあ半分まだあるから、まあ、明日も朝使える。このねストーブの方が超あったかいで、このストーブはマジでいい。ちょっとでかいから積む時大変ですけど、もう我が家助手席に乗っけてます。サイトはこんな感じでした。ピンポンパンポン、うーちゃんニュースの時間です。こうだてお話があります。テントの中でちょっと変わってたとこはどこかな、コメント欄で教えてください。難しい。うーちゃん今日のキャンプはどうでした？一番良かった。今までで？何が一番好きだった？ゴロゴロ出てるのと、こたつのあったかさ。ママと同じだね。こたつは最高でしょ。ストーブもあったかかった？そんなに当たってない。そうだね。こたつしかいてない。ナンバーワンはこたつだよね。今回はね、結構ギアが新しいギアが盛りだくさんだったんで、なかなかあれだよね。こんなに全部勢ぞろいしたことはなかったよね。買うばっかりで使う機会が全然なくて、僕の予定では今年キャンプもっといっぱいやってる予定だったんですけど、思った以上に予定がいっぱいあってなかなかね1年通していけなかったかなと。まあでも最後にねうーちゃんがね一番楽しいキャンプができたからね、よかったね。で今日はもう見ての通りベッドを作ってあるんで、もうね、上も次からそうそう作ってあるし、パパの方も OK。 はい、あで今日そうそう珍しく上ここつけてきたんですよ。荷物がすごいもんね。この真ん中、いつもはね真ん中取っちゃってるんですけど、今日はねこたつとかやるのに荷物がすごかったんで真ん中つけて荷物を積んできました。そう思ったらいいんですよ。うん、それでも別に寝れるからね。三メンバーのみんな。あ、もう乾いてるこれ。じゃあちゃんおやすみ。え、待って、リラックマちゃんどこ？リラックマ。リラックマおいで。もう。じゃあおやすみゆうちゃん。うん、おやすみバイバイ。じゃあもう寝ます。おやすみなさい。はい、下見てるから。はい、今ですね。室温 17.5 度、湿度が 42% です。外はね、もうおそらく0度以下だと思います。かなり寒いです。でもね、FF 焚いてますんでね、キャンピングカー内はすごい快適です。ただ湿度がね、ちょっと低いので、加湿しようかなと思います。だいぶね、テント内と同じぐらいか、もしくはやっぱりそれ以上にあったかいかな、キャンピングカーの方が。FF はほんと最強。まあ足元から来るしね、まあ、空間逃げないし、車内は。そこら辺はやっぱ強いなと思います。ということでね、今日はもう寝ます。おやすみなさい。寒い。すごいね。はい、おはようございます。今ですね、6時38分。室温が 17.2 度。湿度 43% です。でね、今日はね、かなり朝早く起きてます。チェックアウトがね、10時なんで、8時過ぎにはね、ちょっと片付けを開始しようかなと思っております。なのでね、朝ごはんとか食べるのにね、少し早めに起きてます。で、外気温が多分ね、0度から1度ぐらいですね。もう外はかなり寒いです、やはり。今ね、外出ました。まだ7時前です。もうね、むちゃくちゃ寒い。息が真っ白。ちょっとね、今から中入ってストーブとかつけようかなと思います。すごいね。テントも白いわ。おぉ。めっちゃ夜強いみたいな。よいしょ。さすがに寒いね。着いた。うん。よっ。あ、そっか、風だ、あれだ、ガス切れだ。寒っ。よし、オッケー。はい、ゆうちゃんおはようございます。おはようございます。どうですか、テントの中。あったかい。あったかいね。もうあったかいね。多分室温もう15度以上。キャンピングカーの中がさっき17度だったけど、同じぐらいあったかいよね。ということでね、今からお湯をね、沸かそうかな。今ね、外の気温がピンポイントで、ね、外気温調べられるやつなんですけど1度です。ただ多分テントの中は17、8度ぐらいあると思う。いやー快適や。で朝はねコーヒーとミルクティー、これねママの友達からいただいたコーヒー。あとね最近我が家でよく飲むロイヤルミルクティー粉末のやつです。そういう感じなんですね。よいしょ。で、横ではもうグリドルが用意してます。朝ごはんです。集合しちゃうね。うん、真ん中にもあ、すごい。油引いてないんだよ。だって大きさがうちのが33センチかな。結構なんかグリドルもねいろんな種類があっていろんな大きさもあるし材質も違うから、ほんとそれぞれあったものいいのかなと。うちはこれがちょうどいい。一緒に食べればいいか。マリサも。はい。これお好み焼きとかやったらちょうどいいだ。うん。キャンプを気に入った理由がこたつだ。でいただきます。うーちゃんはね、いちごスペシャルみたいなパンと、あとベーコンと卵は一緒に食べます。いただきます。はい、いただきます。ちょっとなんかめちゃくちゃポカポカ。うん、ちょっとね、ちょっと暑いぐらい。今もうちょっと暑くなったんで、それぞれストーブ弱めてます。すっげえポカポカ。まあまあ、メニエール病の薬です。まずいらしいです。すっげえまずい。ふーちゃん、今のママの顔の真似して。多分モザイクかかってる。いや、ついに来てた。ついに燃料切れです。ちょうどここから今片付け始めるところなんで。はい、ということでね、これから片付けを開始したいと思います。今ね8時15分なんですけど、設営がね約2時間かかったんですけども、このねリビングシートとか設営するのが大変で、片付けは1時間半ぐらいでいけるんじゃないかなと思ってます。はい、ということでね、頑張って片付けます。ママは最後の片付け前のあったまりです。はい、それじゃあまあゴロゴロしててください。よし、じゃあ片付け開始します。はい、今ですね8時半、15、6分でこの辺ぐらいまで片付きました。まだねテント関係一切やってないです。でこれからね我が家のシラフ畳んだりリビングシート畳んだりとかねやっていこうかなと思います。あ、そうそう、コールマンのテーブルってこれです。ちょっとうちリメイクシート貼っちゃってるんですけど、まあ、よくあるテーブルです。これをねこたつに使ってました。はい、今ですねラグ畳んでます。でこれが終わったらカーペットで、それからリビングシート、グランドシートからの順番で畳みます。でこの間うーちゃんは何してるかっていうと、うーちゃんはねこんな感じで車の中で隅っこパソコン中です。勉強中ですか？はい、違います、ゲーム中です。車の中でねあったかいんで中で待っててもらってます。よし、じゃあペグ抜いていきます。はい、今ですねチェックアウト完了しました。チェックアウトしたので今ね車の中で雨焼けしたり出発準備してます。でこれが終わったらねもうそのまままっすぐ帰ろうかなと思います。結構ね最後はバタックアウトがねバッタバタ、その分ね結構時間をとって、片付けをしてました。でギリギリ間に合った。時間がなかったからな。うん、日が当たればいいけどね。あとはもうちょいチェックアウトが長いところにするか。10時は早い。じゃあ出発です。マイク OK、うん、このキャンプ場のいいところはもう温泉が併設ですね。これは併設のレベルである。鬼じゃん。うん、だからね電源サイトもあるし温泉もあるから冬はすごくいいと思います。なんかある。ちょっとここだけね勾配がきついかな、坂。まあ言うて登れない坂ではないです。朝早い時間だともしかしたらこういうところがそう凍結してるかもしれないです。もう今なんだかんだ10時だから、そうその辺だけね冬季は気をつけた方がいいのかなと思います。まあでも全般的にここはすごく良かったです。まあ値段はねそこまで安いっていうわけではないです。1泊うちらで電源サイト、大人2人と、未就学児1人、まあ、子供1人になるのかなで電源サイトでキャンピングカーで、あとねテントがねうち一番でかい分類にしてたんで、なんでそこの中ねテントの大きさによってちょっと変わるみたいです。だから普通車で普通にテント張る分にはうちよりかは安いと思います。そうで合わせて7120円だっけ。そうであとなんつってもねトイレとかもウォシュレット付き温水便座とかですごい綺麗です。で夏はね一応シャワー室もあったのでシャワー室もねホームページで見る限りは結構綺麗そうでしたね。はいということでね今回ね青根キャンプ場はすごい良かったです。はいで今回ですね初めてのね冬キャン、他の方のね冬キャンにお邪魔したことは何回かあるんですけど、自分たちだけでやるね冬のキャンプは今回が初めてでした。で豊臣のねこのでかいストーブとか、まあ、あと、風団とかねホットカーペット、結構ね冬キャン用にいろいろと買い揃えて今回ね初の婦人というか、初の冬キャンプでした。で結果としてはねほんと何不自由なくできたのでまあ、大成功かなと。まあ、もちろんね冬キャンプ今回道具とか揃えたりとかする時はねもうすごいいろんな動画見て研究して不足がないように一応揃えてきましたけど、キャンプはすごい良かったかなと。うーちゃんもね今までのキャンプで一番楽しかったってことなんで、まあこたつとかこう温まりながら川の音を聞くみたいな、なんかそういうねちょっといつもと違う感じがね、いいのかなと思います。またね、まあもうちょっと年末なので年が明けてからね1、2、3月とありますんで、また冬キャンプね何回かね行けたら行こうかなと思っております。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。2023年今年もですね動画いっぱい出しますので、是非ねご視聴の方、あとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。旅先右方向です。系統64号線に入ります。今日の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンとインスタとグッドボタンもあってね。ツイッターもやってるのでどうぞご覧ください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイおやすみ。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね。バイバイ。